翔くんのユーモアが炸裂。湿気発言で視聴者を笑顔に、ジップ、神宮寺勇太の誕生日サプライズ。翔くんと岸くんの自然体なやり取り、ジップ。今朝7月8日、平野翔たちが楽しそうに出演した、ジップ、は、多くの視聴者にとって特別な瞬間となった。特に、翔くんの独特なジップポーズや、メンバー同士の微笑みましいやり取りが人気の秘訣となっています。ある朝、 翔くんが見せた特大のジップポーズは視聴者の心に強く残りました。彼の大きな動きと明るい笑顔は画面を通じて伝わるエネルギーで見る人々を元気づけました。その時、翔くんが湿気出てくれてよかったと言ったのも面白いエピソードです。湿気が多いほど思い出に残るという彼のユーモラスな発言は多くのファンを笑顔にしました。翔くんはどんな状況でも前向きで、 楽しみを見つける才能があります。また、神宮寺勇太君くんとのやりとりも見逃せません。彼が翔くんの誕生日サプライズを計画している様子は微笑ましく、視聴者をほっこりさせます。神宮寺くんは、来年の岸くんの誕生日サプライズの話をしているのか、間違えているのか、といったジョークを交えながらも、真剣に計画を立てている姿が印象的です。岸くんもまた、 そんな仲間たちに囲まれて幸せそうです。彼らのやりとりは、ただのバラエティ番組を超えた、深い絆を感じさせます。また、ZIP のスタジオでの雰囲気も素晴らしいものです。撮影の合間にもスタッフたちとの笑い声が絶えず、わきあいあいとした雰囲気が伝わってきます。特に、三浦アナウンサーの満面の笑みや、スタッフたちの笑い声は、視聴者にとっても癒しの時間となっています。 ある日の放送では、翔くんが特大のジップポーズを披露し、スタジオが大爆笑に包まれました。彼のユーモアとエネルギーは、周囲の人々にも伝染し、撮影現場全体が明るくなります。さらに、ジップの放送後には、ファンからの感想や反応が SNS で広がります。翔くんのポーズやメンバーたちのやり取りについて、多くのコメントが寄せられ、ファン同士の交流も活発です。 あるファンは、翔くんのジップポーズ、毎回何かしらやってくれて大好きすぎてこれだけでしばらくニマニマできると感想を述べており、その魅力がいかに大きいかがうかがえます。そして、翔くんの誕生日サプライズに関するエピソードも興味深いものです。神宮寺くんが間違えて、来年の誕生日サプライズの話をしてしまったとき、翔くんと岸くんがそのままスルーしたという場面もありました。 この自然体のやり取りが視聴者にとっては一層親しみを感じさせます神宮寺君のユーモラスな性格とそれを受け入れる仲間たちの関係性が画面を通じて伝わってきますこのようにジップは単なる情報番組にとどまらず視聴者と出演者との間に温かい絆を築いています特に翔君の存在が大きくその明るいキャラクターが番組全体の雰囲気を和らげています 視聴者は彼らの自然体のやりとりや楽しそうな姿を見て自分自身も元気をもらっています。また、翔くんと彼の仲間たちは視聴者だけでなくスタッフたちとの関係も非常に良好です。撮影の合間にも笑い声が絶えずわきあいあいとした雰囲気が伝わってきます。特に、三浦アナウンサーの満面の笑みやスタッフたちの笑い声は視聴者にとっても癒しの時間となっています。 彼らの明るい雰囲気が画面を通じて視聴者にも伝わり、一日の始まりを元気にしてくれるのです。このように、ZIP は単なる情報番組ではなく、視聴者にとっても出演者にとっても特別な場所となっています。特に、翔くんの存在が大きく、その明るいキャラクターが番組全体の雰囲気を和らげています。視聴者は彼らの自然体のやりとりや、楽しそうな姿を見て、 自分自身も元気をもらっています。ZIP は、これからも視聴者に元気と笑顔を届け続けることでしょう。毎朝の放送が終わると、SNS 上には多くのファンからのコメントが寄せられます。翔くんのポーズや、メンバーたちのやり取りに対する反応は非常にポジティブで、視聴者の一日の始まりを明るくしてくれる存在となっています。例えば、翔くんの ZIP ポーズ。 毎回何かしらやってくれて大好きすぎてこれだけでしばらくにまにまできるというコメントからもわかるように彼のエネルギーが視聴者にも伝わっているのです翔くんは ZIP での活動を通じて多くのファンに元気と笑顔を届けています彼のユーモアや明るい性格は視聴者にとっても大きな励ましとなっており毎朝の放送が楽しみになっていますまたメンバーたちとのやりとりや スタッフたちとのわきあいあいとした雰囲気も視聴者にとっては大きな魅力です。これからも翔く君と彼の仲間たちが ZIP で活躍し続けることを期待しています。ZIP は視聴者との双方向のコミュニケーションも大切にしています。放送後にはファンからの感想や反応が SNS で広がります。翔く君のポーズやメンバーたちのやりとりについて多くのコメントが寄せられ、 ファン同士の交流も活発です。例えば、翔くんのジップポーズ、毎回何かしらやってくれて大好きすぎてこれだけでしばらくニマニマできるというコメントが寄せられるなど、視聴者の一日の始まりを明るくしてくれる存在となっています。翔くんの存在は、ジップにとって欠かせないものです。彼の明るい性格とユーモアは、視聴者に元気と笑顔を届けています。視聴者は彼の自然体のやりとりや、 楽しそうな姿を見て、自分自身も元気をもらっています。また、彼の仲間たちとの絆も深く、互いに支え合いながら成長していく姿が視聴者に感動を与えています。翔くんと彼の仲間たちは、視聴者だけでなく、スタッフたちとの関係も非常に良好です。撮影の合間にも、笑い声が絶えず、わきあいあいとした雰囲気が伝わってきます。特に、 ミ浦ラーアナウンサーの満面の笑みや、スタッフたちの笑い声は、視聴者にとっても癒しの時間となっています。彼らの明るい雰囲気が、画面を通じて視聴者にも伝わり、一日の始まりを元気にしてくれるのです。このように、ZIP は単なる情報番組ではなく、視聴者にとっても出演者にとっても特別な場所となっています。特に、翔くの存在が大きく、 その明るいキャラクターが番組全体の雰囲気を和らげています視聴者は彼らの自然体のやりとりや楽しそうな姿を見て自分自身も元気をもらっていますジップはこれからも視聴者に元気と笑顔を届け続けることでしょう視聴者としてジップの放送を楽しみにしている方々にとって翔ョウ君や彼の仲間たちのエピソードは毎朝の楽しみです 彼らのユーモアと温かい関係性は、多くの人々にとって励ましとなっています。例えば、神宮寺君が翔君の誕生日サプライズを間違えて、来年のといったエピソードを覚えていますかこの時、翔君と岸くんがそれを自然にスルーしたのは、彼らの自然体であり、視聴者にとっても一層親しみやすいものでした。神宮寺君のユーモラスな性格と、それを受け入れる仲間たちの関係性が、 画面を通じてて伝わってきます最後に、翔ウ君と彼の仲間たちにとって、ジップは単なる仕事場ではなく、彼ら自身の成長や友情を深める場所でもあります。視聴者としても、彼らの成長を見守りながら、一緒に笑い、一緒に感動することができるのは、非常に幸せなことです。これからも、ジップを通じて多くの笑顔と元気が届けられることを願っています。 そして、この記事を読んでいる皆さんにとっても、ZIP! が一日の始まりを明るくしてくれる存在であり続けることを願っています。翔くんや彼の仲間たちのエピソードを通じて、少しでも元気や笑顔をお届けできたなら幸いです。ZIP! の放送を楽しみにしながら、これからも彼らの活躍を応援していきましょう。